TNS へのお別れは、1996年制作のジャン・リュック・ゴダール監督による短編ビデオ映画である。TNS とは、レテアトル・ナショナル・デ・ストラスブールの略称による通称で、ストラスブール国立劇場のことである。ストラスブール国立劇場は、1968年10月に、演出家、俳優のユベール・ジニューと、小説家で、 当時、シャルルド・ゴール政権の文化大臣だった、アンドレ・マルロが設立したものである。1995年8月から12月に、ゴダールが撮影した、フォーエバー・モーツァルトが、翌1996年に完成。同作のワールドプレミア上映が、同年6月14日に、サラエボで行われたが、その前に、ストラスブールで先行上映されている。同作で、 女優役で出演したベランジェール・アローが TNS のカリキュラムに参加していたことで実現した先行上映だったが、アローとゴダールの関係が終焉したことが本作を制作する動機となった。ゴダール自身がビデオカメラを回した非常にパーソナルな作品である。2006年4月24日から8月14日、フランス・パリのポンピドゥセンターで行われた140本にも、 ノボるゴダールの大解雇上映では本作は上映されなかった。ありがとうございます。